23日本代表、まさに死闘、カタールを下し五輪出場決定きた。とりあえず、勝てて本当に良かったです。この試合は内容よりも結果が全てでしたから。しかしそれにしても、内容が良くない。10人で疲労困憊の相手に対して、どうしてここまで攻撃に迫力がないのか。戦術云々というよりも、個人で勝負できる選手が本当に少ない。このメンバーの中からフル代表で活躍できそうな選手が見当たらないのが、これからを考えると心配です。あ、19歳のディフェンダー高い選手はいいですね。特にパスのスピードが速いのが素晴らしいと思います。苦しい試合だったがよく勝ち切った。相手ゴールキーパーがありえない自滅をしてくれたことが最後の最後に効いた。決めて欲しかった二人のフォワード、特に細谷選手が決勝点を決めたことは感慨深かった。とはいえ、まだオリンピック出場が決まったわけではないし、優勝を目指しているのだからあと2戦頑張ってほしい。勝ったのは良かったけど力の差があってこれだけ引いた相手にあっさり失点するのが森保ジャパンと似てるかな。強豪相手のイメージよりも技術的に勝ってる相手に対して優位に進めるやり方を熟知しないとね。あと縦にスピード上げられると脆いからこれもフル代表含めて課題なのかな。よくはないが、結果が出て良かった。もっと前へボール運んだり、フォワードに鎖入れたり、危険を犯して前へ行かないと点取れないよ。もっと積極的に前へ行って、シュート打って終わろう。早々に先制して早い時間に相手が退場したものの、勝ち越し点を挙げるまではかなり苦しい試合だった。数的不利をカバーし続けたことで終盤に相手の足が止まったことが救いでしたね。とにかく日本の弱さとアイデアの乏しさを露呈したゲームでした。ミドルシュート打てない、エリア内でドリブルできない、枠に打てないは見てる方はきつい。見る側もしんどい試合でしたが、勝ち切ったことで得られる経験はこの世代の代表選手たちを押し上げてくれることでしょう。あと一つでパリ五輪、頑張れ日本。勝ててよかったです。開催国相手に泥臭い勝利。一人相手が少なかったとはいえ、終われば結果オーライ。この雰囲気を準決勝につなげてほしいね。地もしっかり気を引き締めて。いやー、死闘で疲れる試合だった。とりあえず勝ててよかった。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。どうかよろしくお願いいたします。